世界の上村直美が消息を絶ってから1年。上村直美物語。日本の皆さん、極点に着きました。物語。自分のやりたいことやろうって決めたのは、社会からは落ちこぼれだけど人間としては落ちこぼれじゃないってことを証明したかったからよね。とことんやるしかないじゃない。ここで口切れたら俺は一生後悔するわ。私は今でも上村が生きていると信じています。冒険とは生きて帰ることだといつも偉そうに言っていましたんで、ちょっとだらしがないんじゃないのと。でも上村と一緒に暮らせて幸せでした。巡り会えてよかったと思ってます。私を甘く見るなよ。日本に帰ってきたら思い知らせてやるから。
上村のおじちゃん、先生がおじちゃんのこと話してくれました。世界で誰もやろうとしないことをやるなんてすごいと思います。体に気をつけて生きて帰ってください。ほら言えやつは。キミちゃん、ありがとう。ありがとう。